アロー YouTube、スポーツ部活チャンネルの立ち順です。すみません、髪の毛回す。5月24日の水曜日ですね。おはようございます。ちょっと、すみません、なんかコメントで、ヒゲ剃んなって書いてると、僕ヒゲ剃ります。ヒゲ剃るし、コーヒーも飲むし、髪の毛朝濡らしてるし、パンも食べるしね。ブレてる。すみません。これ朝、適当に起きて、なんか報告、なんか、朝礼みたいな感じなんで、あんまり、まあ、それでも、もしよければ、チャンネル登録お願いします。なんかね、何言ってるか分かんないとか、まあ、何言ってるか分かんないですよ。朝、僕、起きて1分以内ですからね、これ。で、パソコン立ち上げて、カメラセットして、喋ってるだけなんで、で、朝飯とかね。で、ちょっと妙にテンション高いのは、実は、本当に、結構、チャレになったんですけど、昨日、健康診断の、まあ、オプションというわけじゃなくて、別でね、大腸、僕も中年なんで、もう、半ばね、大腸内視鏡、下剤を飲んで、めちゃめちゃ辛く、で、お腹すっからかんにして、行ったんですよ、病院に。内視鏡カメラ。で、その結果、点滴で全身麻酔して、で、なんかね、こう、横になってくださいって言われて、よく眠って、全身麻酔なんで、眠って気づいたら終わってたとか言うじゃないですか。僕ね、全然ずっと起きてました。全然意識あったし、ずっといろんな考え事してて、あれ眠たくねえな、みたいな。ただ麻酔でちょっとぼーっとしたのあったんですけど、で、前日もね、ちょっとね、朝早く起きて下剤とかも飲むし、寝れなかったんですよ、あんまり。ちょっと緊張して。で、全身麻酔したんだけど、一睡もしなかったです。で、多分麻酔が効いてたので、肛門からね、こう管入れる。で、ごそごそしてんのは上がったけど、入れられてるっていう痛くさとかもなかったですね。痛くはなかったですね。やっぱ麻酔が効いてんでしょうね、全身で。ただ眠ってないんですよ、全然。目起きてんですよ、全然。目をつぶってんだけど、あれ寝てね、俺寝れねえわ、みたいな。全身麻酔、人生僕初だったんですけど、寝れねえ、みたいな。で、気づいたら、まあ、気づいたらっていうか目つぶってて、で、ごそごそしてんなーと思って、なんか、大腸って長いじゃないですか。直腸と、結腸と、なんか。じゃあ終わりました。で、ちょっと寝ててください、つって。その時はちょっとね、でもその時もあんまり寝れなかったですね。んで、終わって、結構すぐいろいろ終わって、でね、まさかの、これ本当なんですけど、ポリープが見つかって、その内視鏡中に小さなね、何ミリかの、要は出来物みたいな、写真も見せてもらって、それ切除しましたと。まあその癌かどうかわからないけど、とりあえずなんかポリープあったら切除する。まあ人、なんか後でネットで調べたら、すごい小さかったら観察する、経過観察、見るらしいんだけど、まあその先生はな、取っちゃって、まあ、取った方がに、取るに越したことはないらしいんですよ。で、僕今次の日で、ちょっとこう、今日も、昨日今日はちょっとそんなのに、食べてもいいんだけど、傷があるんで、で、こう、なんつうの、こうあったら、ピュッて締めて、ピュッて切るらしいんですけど、直腸の方にあって、そんで、一週間後に、で、今ね、ちょっとね、痛いような、痛くないようなって感じです。やっぱ傷口あるんでね、で、便はまだ出てないんですけど、で、結構ショックで、今飛んじゃった。やっぱショックですよね。僕ね、家計にガン、いとこはいりますけど、がんで。でも、高齢の人だ、なんで。で、うちの
まあおじいちゃん、まあ年取ったらがんになるじゃないですか、みんなで。うちの今のところ兄も両親も健在ですし、がんいないんですよ。両親でもな80近いし、80過ぎるのかも。だから堀江門さんありがとうございます。本当に僕大腸内視鏡ってお尻から入れるじゃないですか、下剤ものし、めんどくさいんですよ。で僕別に何の症状もないんで健康だし、健康診断的にはそのやっぱりちょっと中性脂肪が多いし、コレステロールも多いし、酒もねちょっと肝臓の値もあんまりそこまで良くないし、まあ悪くはないんだけど、で太ってる、ちょっと太ってるんで BMI とかね、その分かってるんですよ僕は。もう重いんで大腸のポリープはね、切除はね結構僕ちょっと考えちゃいました。ほんで帰りいつもその病院徒歩で行けるとこなんですよ。まあ徒歩って言ってもちょっと歩くんですけど、一人っきりでね昨日寒かったですし、東京なんか小雨っていうかね、傘差すか差さないかぐらいでちょっといろいろ途方に暮れて、まあその腫瘍っていうかね、そのポリープだっていうらし言うんですけど、正式名はその1週間後にその悪性か良性か見ると。まあ吹き出物ですかね。大腸ってやっぱりその大腸がんってもう中年2人に1人になるみたいなね、がんの中でも最も多いって言われてるんですよね。まあ前立腺がんので、まあでも高齢になったらなるっていうね、誰しもが。で僕まあ、この中年になってね、初めて の胃の内視鏡ってかの大腸は初めてでね、去年もあったの、でも検便じゃ分かんないんですよね、ちっちゃいとね。でだから内視鏡でそので取ってよかったと思いますよ本当に。で僕堀江貴文さんが、まあ、同世代なんで、その検便では分からない、まあ 100% やらないよりやった方がいいんですよ絶対。検便でも分かるんですよ。だけど大腸内視鏡だと細かいのが分かるんで、ちっちゃいこうやって吹き出物ってあるじゃないですか、ニキビみたいな、そんなあるんでやった方がいいよっつって。僕まあお金かかりますけどね、そのあと下剤を前日飲むとか断食するとかやっぱりめんどくさいじゃないですか、だって健康なのに。やってよかったなと思って、ほっとやっといてよかったなと思います。だから今はない状態なんですよね。だからあと健康診断で、まあ、その脂肪を取るなと、酒を飲むなぐらいですからね。あとはまた至って健康で、前立腺がんの値も全然問題なく良かったので、その大腸のポリープ、保険もね、まあ陽性だと降りないんですよね、がんじゃないからね。まあ、悪性のその調べて、まあ切除したんですけど、悪性であればその出るらしいんですよね。一時入院はしてないんで、まあその日にね、もう内視鏡で見つけたピシッて切って終わりみたいな感じらしいんですけど、いやーこれね、中年の男の人はねやった方がいいっすよ本当。僕なんて元体育教師で、今も毎日もうすぐレースがあるんでね、走って、ちょっと今でも大会ねどうしようかなってちょっと迷ってますね。もうすぐなんですよ、あと1ヶ月ないぐらいなんで、まあちょっと調子を見て当日大会、ちょっと動脈硬化も始まってて、やっぱり年なんでね、まあ若くはないんでね、まあ食生活と運動不足はねしてないんでね本当に。いやーこれ良かったなと思ってね、本当にね、その去年も先生に、まあ一回受けといた方がいいよっつって、大腸内視鏡っていうのはちっちゃいそういうポリープってある人いるから、まあそれがそのがんかがんじゃないか、陽性か悪性かっていうのが分からない。で、まあ、どんどん増殖、細胞なんでね、増殖して、だからもう、あれはもう、今あったら、スパッて切っちゃうらしいんですよ。で、まあ、来年もう一回、悪性ならば、僕はまだ分かんないんですよ。ただの、その、なんていうの、腺腫っていうのが、なんか、その、ニキビみたいなもんでしょうかね、多分、その、陽性だとね。ただ、陽性の、その、吹き出物も、成長すると悪性に、変化するらしいんですよね。だから切っちゃった方がいいんですよ。だから切ると痛いっていうので切らないっていうパターンがあるけど、僕今麻酔終わって別に痛くないですよ、何も。普通に飯食ってるし、ほらねこれプレッツェルなんですけど、で昨日も終わった後普通にサバの定食屋行ってサバ定食食べたし、ご飯も食べて、ま
まあなんか野菜はあんまり食べちゃいけないって言われましたね。なんか芋とかネギもダメ、なんか食物繊維の多い野菜はなんか腸にこうへばりつくらしくんで傷に良くないって言って、まあ今日終わったらまあ夜ぐらいからいいんでしょうね、あさってから普通に飯食っていいですよって言われて、いやーなんかね、まあ独身ですしね、僕ねまだやりたいこといっぱいあるんですよ。で何にもできてないんで、本当にやりたいことを10あったら1ぐらいしかできないんで、僕9できてないんですよ。もうだからなんていうんですか、もう人生が終わっちゃダメなんですよ僕は。もうなんか全部やりきったら、やりきったらっていうわけないですけど、まあ新しくね欲しいものとかやりたいこと出てくるので、まあその人間に欲がなくなったらやっぱり生きる意味を失うので、まあ平和ってね、のんほほんと、でもペットがいたりとかね、その好きな人がいる、その人と一緒に過ごしたいんだったら愛する人ね、ペットでもいいし何でも、その人とずっと、あとまあゲームが好きだったらゲーム、新しいゲーム、もっと面白いゲームが出てくるかもしれない、だからもうちょっと長く生きようみたいな、そんなんでもいいんですし、ただそのやっぱりその病気になったらね、もう寝たきりになったら終わりですかね。足やられたら僕終わりと思ってんで、要は歩けなくなったら自分が好きな行動行けないじゃないですか。まあ車とかあるけどね、車椅子もあるけど、でまあその大腸がんって一番多い前立腺ね、男の人はね特に多いんで、まあなんか赤身の肉が良くないって俺初めて知ってたんだけど、まあ何が本当に自分当事者なんだって本当に覚えないね。まあこれが良性のポリープだったら何の問題もないんで、まあ保険も下りないっぽいし、なんかがん保険もね、まあまあでも良性が悪性になるんで、まあやってよかったな。お金はちょっと使いますよ、やっぱ何万と、あの切除で手術代も取られましたからね。いやでもこんなの命拾いしましたよね本当に。だって良性も悪性になるんですからね、なるらしいんで、まだまあでもそんなにまだ分かってないんですよね。まあでも本当にすごい、先生いわくまだすごいちっちゃいので、あのもうでも切っちゃったよ、そのさ大きいともうやばいらしいんですけど、そのでも何ミリって言ってたかな、ちょっと忘れたけど、まだちっちゃいんだけど、もうきっといきましたよと、で調べますよと、でまた1週間後、来週の火曜日にまた行って、そのまあそれで良性のポリープだったら別にね、まあ保険も下りないけど、まあお金何万って使ったけど、まあ良かったなっていう、また もう一回元気にこうやっていけるなっていう人生をね。いやでもね結構ショックでしたよ、やっぱり自分がまさかって、やっぱり中年ぐらいになるとね、僕の同級生とかもね、そろそろなんかそういうなったり、成人病っていうかね、まあもともと江戸時代ぐらいはもう50歳で死んでましたからね、その寿命なんですよね、病気っていうか寿命、そもそも医療なんて発達してなかったんで原始時代からは、まあ、食生活もあるけど、まあ僕は遺伝とか寿命だと思うんですよ。もちろん生活習慣もちろんいいに越したことないし、運動した方がいい、やっぱり運動なんですよね、いろいろ調べたらね、食べても結局消費すればいいんで、食べて運動しないからなんかその溜まってっちゃうんでね、排泄もね、僕でも便はね快便なのでめちゃくちゃ、胃腸はね、まあ胃はね脂もいい、あんまり食べるとは、でも俺すごい食うんですよ、目もう大食い王選手権みたいな、だからちょっとやめようかなって思いましたね、ほんと大食いなんで僕、いまだにご飯大盛り2杯とか定食でね食べちゃいますね、食べれちゃいます、普通の定食だと普通盛りは絶対足りないので、普通盛り2杯とか、だからご飯食べ放題のとこに行っちゃうんですよ。だからまあでも暴飲暴食もそろそろ年なんでね、たまに胃もたれはするんですけど、まあ胃は強いんでね多分、だけど胃腸はちょっと腸内細菌とか言うけどね、やっぱ牛乳ヨーグルトとかねちょっと食べようかなと思います。何かまあとりあえず切除したんで、でまあ良性だろうと悪性だろうと、まあそのまた
あの1年後ぐらいにまた胃カメラとか、まあ胃カメラも飲まなきゃいけないですよね。まあでもあの下剤飲むのね結構苦しいんですけど、まあでもね安心が買えるんでやっぱりその現代社会ね、いろんな環境ホルモンじゃないですけど電波もねスマホでこんなことやってるし、脳も分かんないしね、その電波で。そんなまだ医学で証明されてることなんて本当に少ないので、まあ皆さんね、もしまあ若い人はいいですけど、もう40歳30歳以上の人、もう30過ぎたら、ね、老化が始まってるので、まあ、本当に人によると思うので、ね、僕はあの今の兄もいるし両親もがんとかになってないので、でポリープも多分取ってないんじゃないですか。まあうちの父親が実はこの間あの前立腺がんでももう80ぐらいなんで、あれはもうなんていうの、老化現象なんでね、まあならない人もいるけど、まあがん家系っていうかがんにはなる遺伝子はなくはないってことですよね。親父がなったんで、まあでももう80とかなんで、まあ僕もそのね、その2年に1回とか、まあできれば1年に1回とかがん検診、内視鏡はやりたいなと思ってますね。まあこのあと良性悪性どうの次第で先生にどう転移とかはしてないと思うので、ポリープなんでね、本当にちっちゃいやつを切ったって言ったんで、まあそこはなんか調べたら安心っていうかね、まあでもちょっと人生考えちゃいましたね。はい、もしまあ参考になればね、麻酔は部分麻酔が多いらしいんですよ、下半身の。僕は点滴で全身麻酔、要は静脈に入れて麻酔は、だけど僕は全然全身しびれなかったし眠りにもつけなかったです。でこう触手っていうか、そのなんかねカメラを入れる時もゴソゴソしてるなっていうのは分かったけど、別に痛くもないし、終わった後も麻酔系でも痛くなかったので、まあもう今細いんでしょうね、そのオリンパスとかそういうオムロンとかが多分作ってるんでしょうね、こうなんかこういうヘビのような、まあその1メートルぐらいはあるんでね、腸ってね長いんで、こう先生も細かく見てね、でなんかね内視鏡も先生によっては、僕の先生は多分やっぱ優秀だと思いますよ、その見つけた、なんかねやっぱりカメラってカメラじゃないですか、だからこう芋虫みたいな、すげえちっちゃいのって見逃す場合もあるらしいんですよ、やっぱり壁にねなんか付着、まあ大腸なんでこうね便が綺麗に出てない、まあ多分綺麗だったらそのちゃんと下剤飲んでね当日ね朝やれば綺麗にカメラも映るんで、多分そういうことだと思うんですけどまあねこれ見て友達とかね見たらえって思うと思うんですよね。まあ、まだ分かんないですよ、良性か悪性か、ただポリープを切ったっていうことです。でちょっと今は胃がっていうか胃じゃないですよね、腸ですよね、ちょっと痛い気がするくらいで、多分まあほぼ気のせいだと思います。なんかこう切ってもう傷口も、まあ大腸がんってこうもう大腸切っちゃうらしいですからね、もう全部長いんで、で肛門もなんか人工肛門とかで、高齢になるとねそう垂れないおむつするみたいなね、まあね年取るってそういうことですからね、それはトイレもおむつ、成人用おむつがあるように筋肉がね衰えるんでね、いやーちょっとね本当に反省しました、なんか食生活と運動も改めて、ちょっと本当にねここコロナでねやらなかったんですよ特に、まあ、僕も生活がちょっとねいろいろ大変なのだったので、フリーになってねいろいろ業務委託とか、まあそのデスクワークが多くなっちゃって、まあ会社行ってた時の方がなんか通勤は嫌なんだけど、まあ運動になりますよね朝早く起きてね、まあどっちがいいのか分かんないですよね、まあでもだるいストレスになるからね、まあ僕は自転車でしか会社も行かなかったですけど、ということでまたこのままね YouTube 続け、175名の人まあ心配はしてないと思うんですけどね、もしよかったらねこれ見てる YouTube の僕の175名しかいない登録者なんですけど、中年の方、まあ中年って言っても、まあ、30過ぎた方
まあ、女性だったらその子宮がんとかね、本当に検査簡単だし、僕手術してカメラ、まあその前日断食、まあ、当日ただ飲んで下剤飲んでシャーってなって、で行って麻酔もすぐだし、カメラもすぐ終わるし、切除なんて秒で終わるんで、だからやった方がいいっすよマジで。僕同級生にみんなにやんなって言いますよ。僕今これでもうそのないのでね、 100% 大腸のがんは、それが切ったやつが悪性だろうと良性だろうとないので、僕はもうないんですよ。だからまあこの1年後またねできる可能性はなくはないんだけど、だからすごいパーセンテージは相当低いし、だから大腸で、まあ検便もいいけど内視鏡やってほしい。僕去年も検便やって何の問題もなかったんで、もう去年からあったと思いますよその粒は。ということで、まあ、僕の友達ぐらいしか割と見てない、まあでもコメントねくれる人ありがとうございます。ちょっと今後もねそのリラックスしてこうパンも食べて、今日プレッツェルですけどコーヒーを飲んで、今日はロイヤルミルクティーです。でもやっぱりストレスが僕がんの原因で、僕やっぱりストレスあるんで、そうだと思うんですよ。はい、明るく楽しくいきましょう。元気よく、バイバイ。